はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターフォースポケットやっていきたいと思います。前回ですね、型のあるアラベスク、3連勝です。型のジャック、サドアーズギャルを種付けた、エボニー族の馬で、デビュー戦 1.0 倍でした。で、そのまま3連勝を決めて、オープン入り、まずは桜花賞で、デビューしようという目論みになります。マイルへ能力発揮と出てますね。人参を買わないといけない。そういえばこの辺の調子を上げていかないといけないんですよね。で、10か。どうも客室は先行みたいですね。あれ最高峰から行ったんだが、人参また調子を上げないといけない。まずはですね、こういうふうに成長する餌を使って、ゆっくりゆっくり能力を伸ばしていきたいと思います。おっと、ジャングルポケットですね。これで勝負根性 S になりました。今度は大根です。これで馬体重はまだわからない。芝の方が向いてるみたいですよね、ダートよりは。スタミナを上げていきましょう。体質が少し弱いところがあるから気をつけてってなってますね。人参ですね。馬体は高馬体となってます。さあ、これでどうだ。まだ重軽くはないみたい。まだベスト馬体重はわからないですね。私は大人なんで、やっぱりスタミナ上げましょう。と、馬体がここで減っているとなってます。
よ、秘書はどの秘書もドブにはまります。人参がおすすめとなってますね。まだちょっと重い。調子はいいみたいです。これでどうだろう。484だとまだ重い。486ですね、ベスト体重。おっと、これがベスト体重ですね。486キロです。さあ、いよいよ、初の G1 桜花賞に出してみきたいと思います。人参ばっかりですね。さあ、これね、調子も良いし、馬体重は、ベスト馬体重ということで、いい状態で、調整して出せるようになりました。1.2倍、ダントツを一番人気。相手がですね、テーモーシャン、ムーンライトタンゴですね。じゃあこの辺をちょっと邪魔しに行くか。で、一応57と、57と70。さあ、これでいきました。こんな感じ。さあ、レースです。牝馬クラシック第1弾桜花賞のスタートです。どうだろう。あんまいいスタートじゃないかも。ずっと最高峰だったものが今回は5番手と先行策取ってますね。しんがりから3番竹井ティーティホースであります。ゴールまであと800m。 そんなに早くない。前ネームバリューがレースを引っ張るようになりました。1番フローラルグリーン、外を通って5番テイエムオーシャン。さあ、タノライトは大舞台で力を。さあ、もうあっという間に直線です。外ですね。先頭に踊り出ようとしてます。ハッピーパスっていう馬が来てますね。フローラルグリーンか。もっと差を引き離してもよかったような。
これで桜花賞ゲットです。巨位適正が1600か2600、確か父親がこの巨位適正だったと思うんですよね。なので父親でよかったかな、母親だったかが、まあ親の巨位適正を受け継ぐ可能性は高いってことですね。さあ、WBC 出すことはできます。さてですね、次出すとしたらオークスですよね。オークス、優秀牝馬。メンバーは変わってるかな？武豊がおらん。ということで、騎乗がないので武豊に任せます。はい、これ残り5周、次走まで5周あるので、これは放牧できません。よってですね、このまま放牧なしで進めて、オークスのゲットを目指したいと思います。はい、今週はここまでとなります。はい、ゲーム動画で以降のですね、痴漢を推進力はチャンネル登録者数高評価、それからですね、拡散していただくということですね。はい。そちらをしていただくと、すごく、アクセスなども増えて励みになりますので、よければご協力の方よろしくお願いいたします。ブログやツイッターをやっております。説明欄やコメントにアドレス記載してますので、よろしければ見てください。この後、最後の20秒で関連動画プレイリスト、流します。そちらもお時間がありましたら見ていただければ嬉しく思います。というわけで、ゲーム動画でいこう。はい。スターホースポケットをの桜花賞、見事に勝利することができました。では、次のオークスをお楽しみに。ゲーム動画でいこうでした。バイバイ。